こんにちは、みなりんです。今回は僕の部屋の紹介をしようかなって思います。ルームツアーです。全体で見るとこんな感じなんですよ。今あんまり物を置かないシンプルな部屋作りを目標にして作った感じです。なのでね、あんまり紹介するとこないんですけど、全体で見るとこんな感じになります。で、今回2つの部屋紹介するんですよ。ここ寝室兼作業部屋みたいな感じです。まあ一番最近買ったのはこのデスクかな。牢屋の丸テーブルになります。寝る前に勉強したり、こう軽くメモしたい時ってあるんですよ。なのでボールペンと一緒にメモ帳なんか置いてます。ダイソーでなんか売ってた気がする。こういうね、大理石調ですごいかっこいいんですよ。1万と6000円くらいで、そこまでね高いわけじゃなくてリーズナブルな価格でおすすめです。足もね、こういうスタイリッシュな形で結構かっこいいんですよ。おお、そう、このね、今敷いてるこのマットなんですけど、ニトリで買えます。結構ね、猫ちゃん飼ってる人におすすめなんですよ。こうなんかねうちの猫はだらけます。なので結構ねおすすめですね。まあただその分こうガリガリしてこう毛玉みたいにこう剥がれちゃうんですけど、結構喜んでくれます。1枚300円近くで買えます。で、僕の部屋がだいたい8畳かな。なので2万と5000円くらいで全面敷き詰められました。結構安いんですよ。で、次、まあ順番にここから扉の近くから紹介していきましょうか。で、このね、テーブル台みたいなやつなんですけど、ベッド屋さんの中古品置いてるみたいなお店で買いました。これはどこで売ってるかはねちょっと不明なんですけど、こんな感じで2段になってて、棚も2つついてて、あ、まあ脱毛器とか使ってないけど入ってます。結構作りしっかりしてるんですよ、これ。中古品なのにね。うわーって。上にはこのね、韓国インテリアとかだと結構有名なのかな、陶器の花瓶があります。タンプレでもらったこの香水と、アクセサリーの入れる、なんだこれ、お皿を置いてます。で、このね、見た目を選んだ理由にもあって、これもね、陶器っぽくて、これも陶器っぽくて、このデスクとも結構相性がいいっていうのでね、この黒色を買いました。まあ、もともと貼ってあったシールね、これ剥がしてもいいなって思ったんですけど、なんか見ると可愛いんですよ。なので剥がさないでこのまま使ってます、僕は。ですね。で、次、このテーブルの次はベッドの隣にあるこの丸いライトは Amazon で買いました。一応光るんですけどね、配線とか繋がないといけないので、あのこのままインテリアとして置いてます。次、ベッドなんですけど、ベッドもあのさっきのこのテーブル台の買ったお店でこれも一緒に買いました。一応ね、僕一人で寝るサイズなんですけど、ダブルなんですよ。で、上に乗っかってるこの布団がセミダブルなんですよね。持ってる布団もできるだけ使いたいなって思ったので、シーツの4点セットみたいなのを Amazon でセミダブルで買って、全部ね真っ白に統一しました。結構ね、 Amazon で安かったんですよ。触り心地も結構良くてね、こういうサラサラしてて夏とかにちょうどいいなって思いました。で、ベッドの上にはアロマストーンってやつですね、ダイソーだったかなで買った石になります。で、ダイソーに売ってるこのアロマオイル、あまり僕の好みの香りじゃなかったので、無印良品で売ってるこのエッセンシャルオイルレモンってやつ、多分精油なんですよね 100% の、と Amazon で買ったこのイランイランのアロマオイルを、まあ、2対1、こっちが2でこっちが1ぐらいで混ぜてここに垂らしてます。なのでね、ふんわりこのベッドで寝るとき香るんですよ。すごいめちゃおすすめです、この顔の香りで。隣にちょっと見えてたこのイソップの袋なんですけど、これもタンプレでもらったイソップの包装でくっついてた袋をね、この小物入れとして使ってました。結構いい匂いしてね、置いてたかったんですよ。こんな感じ。中に入ってるのは安いけどね、結構気に入って使ってます。ニベアの白とメルティーキッスの蜂蜜のやつですね。結構保湿感が強くて、このリップおすすめです。うん、可愛いこの袋で。ティッシュここに置いてます。ティッシュケースはダイソー100均で買いました。
真っ白でね全部統一してます。でお隣ここベッドの配線、そうベッドここねカチッてやると光るんですよ。まあうん、これだけ光る配線をつなげてる配線はこの中にしまってあります。お次このソファーなんですけど、これ牢屋で買いました。なのでね、こことここの統一性が結構取れてるというか、ソファーとテーブルを同じメーカーのもので統一すると結構かっこよくなります。白か迷ったんですよ。でもなんか白の大理石ちょっと雰囲気違うなーって思って、まあ、デスクはね黒にしました。一応このテーブルリクライニング機能がついててね、こうやってガーってやると、はい、一応全部倒すとこんな感じベッドになります。ソファーベッドですね。足はつけてないんですよ僕、そのまま直置きでやってます。なので結構ね作業するときはこっちの方が使いやすくて、うん、つけない方が僕はデザイン的にもねいいのかなって思いました。では次このソファーの次がフローランプですね。 Amazon で買いました。6000円くらいでね、あのめちゃくちゃ安いです。見た目の高級感とかも結構ねよくて気に入って使ってます。このライトの隣に僕作ったポスター自分でデザインしてね置いてみたんですけど結構気に入ってます。イニティウムっていうラテン語でね始まりっていう意味ですね。始まりっていう意味なんですけど、僕の YouTube チャンネルちょっと収益化したんですよ。僕の目標もね達成できたってことで、今からこれからだっていう意味で始まりっていう意味をねつけました。結構ね結婚式とかだとラテン語使われるんですよ。なんか2人だけにしか意味がわからない秘密の言葉みたいな意味で、まあラテン語使われるってことが多いみたいですね。自分でデザインしたけどちょっとわかんない、ビビーレアスパラ、確かラフに生きるみたいな意味で作った気がします。でこの額縁は Amazon で買いました。この大きさどうやって印刷するのって思ったかもと思うんですけど、即プリっていうサイトで発注かけるとこう届くんですよ。最短1日、明日京都なんだら明日届くみたいな感じで結構早いので、ほんと即プリだなって思いました。てんでなんか写真印刷したいなって思ったらそのサイトちょっと覗いてみてください。なんか写真とか印刷するんだったら半光沢紙、僕これ半光沢紙なんですけど、その紙の種類選んであげると結構ね写りもよく印刷できるのかなって思います。ここまで細い線もね結構綺麗に印刷できてるんですよ。すごいよねこれな感じです。結構ねかっこよくて気に入ってるんですよね。うん、かっこいい。でラストブラインドはニトリで買いました。2000円だったかな、すんごい安かったんですよね。カラーはアイボリー色で僕の部屋の雰囲気にはね合ってるのかなって思います。よく見るとこの端の部分が木出てるんですけど、まあこれくらいはしょうがないかなって思ってこのままつけましたっていう感じです。中学生じゃない高校生だ。部屋はこんな感じになります。なんかファッションやってる人って結構インテリアも上手だったりするので、それなんか憧れてお母さんと一緒に作りました。このデスクはマジで悩んだの。どうにかこのソファーをうまく、もう持ってたから捨てたくなくて、どうにかうまく使いたいなっていうのでソファーメインで考えたんですよ。でこうソファーに合うのはなんか白のデスクなのかなとかめちゃくちゃ考えて、もうこれ買おうって思って一回やめてみたいな感じの何回か繰り返したんですよ。やっぱ悩むだけあって、なんか牢屋で統一してよかったなって思いましたっていう感じです。寝室兼作業部屋は以上になります。で次お隣なんですけど、元撮影部屋が作業部屋に変わったので紹介します。はい、こんな感じに生まれ変わりました。またさっきとだいぶ雰囲気違うと思うんですけど、こっちはなんかモノトーンで作業部屋感、ちょっと硬い重厚的なイメージの部屋になります。黒が多いかな基本。うん、黒が多いですね。まず床から紹介していきます。床これニトリでさっきの部屋の続きをこっちに持ってきました。途中からフロアタイルになってるんですけど、もともとはこれだったんですよ。でも2畳しかなくて、これ3分の1しかこれで埋められないなっていうので、残りの3分の2はニトリのやつで安く住めました、敷きました。だからねここのとんがってる部分とか足引っ掛けるともう大怪我みたいな感じでちょっと危ないんですけど、まあ、気をつけりゃいいかなって思ってこのままにしましょう、しましましまって感じです。床は以上。ここ作業部屋だったので、もう衣装とかも全部まとめちゃおうって思ってね、
よく使う黒系のアウターはここに全部置いてます。 GU のスタンドカラーブルゾンとか、まあ、シアシャツ、シャツジャケットとか、まあ、コート類はここ全部まとめました。このダークブラウンのハンガーラックはニトリで買いました。隣のハンガーラックはアマゾンで1600円とかで買えるすごい安いやつです。デザイン的にはね問題ないんですけど、カローンってめちゃくちゃ軽いからなんかひっくり返りそうな感じです。まあね、何も動かさなければ大丈夫だから、結構使い勝手もこんな感じでね、動かせるしっていうのでよくて使ってます。使ってます。まあ昨日配置したんだけどね。でこのニトリの方にはコンバースのスニーカーとセカストで買ったハイドロテックっていうブランドの革靴ですね。この2つはよく使うのでここに置いてます。下の2つは結構雰囲気によってコーデが変わってくるので、ちょっと汎用性が低いなっていうので下に置いてます。こっちはね結構汎用性高くて気に入ってますね。でも靴履くのでダイソーの靴べらです。まあ、黒っぽいのがこれしかなかったからこれ買いました。でお隣がこの時計ですね。これは IKEA で買いました。時間が今11時50分です。枠はシルバーでね、こう光沢感のある、僕の顔映るかな、こうちょっと鏡っぽくなってるんですよ。結構ねこれは可愛い感じの見た目してます。でかいかな、もうちょっとちっちゃくてもいいかなって思いました。でお隣は IKEA のドライブケですね。花瓶も IKEA で買ってね、ここは IKEA 統一ですね。可愛い。これ結構あのおしゃれな人の部屋に置いてあるんですよ、このドライブレケって。それで真似しました。150cm、160cm ぐらい、僕が171なので、なのでそこそこ大きいんですよ。結構これかっこよくて、なのでおすすめです。でちっちゃくこれアロマストーン置いてるんですけど、これレモンとユーカリをブレンドさせて爽やかな香りにしました。でディフューザーじゃないのって思ったかと思うんですけど、ディフューザーね、なんかこれ機材とか置いてるからあんま置きたくないんですよね、水っぽいやつ。なのでこう石、万が一こうバターンって倒れても大丈夫なように石にしてます。レモン3のユーカリ1ぐらいでやってます。なので結構爽やかな香りです。でお隣さん、インテリアブックの上にオーディオエンジン2プラスってやつのブラックのスピーカーですね。これあのコスパいいし、めちゃくちゃ音質いいし、結構気に入ってます。低音がそこまで出ないっていうのが、まあちょっとねあーって思ったんですけど、高音と中音はすっごい得意なスピーカーだなっていう風に感じたので、音楽聴く分にも映画見る分にもそこそこね満足していただけると思います。かっこいいしね、見た目で選んでも全然いいと思う。でこのインテリアブックは Amazon で買いました。でお隣の棚ですね、地震とか来たら多分倒れるような感じであんまり安定しないんですけど、自分で組み立てる形になります。なのですんごい安いです。置いてるものに関しては GA のサングラスと、これはお母さんからもらった、もともとトイレに置いてあった花瓶をここにも置いてます。で、隣めっちゃ贅沢な使い方なんですけど、モフトって皆さんわかりますかね？よく iPhone とかの背面につけて、こうスマホ立てるようにつけるんですけど、よくよく考えるとね、これ磁石なんですよね、ここ。なのでなんかアクセサリーつけれるかなって思ってつけたら、なんか飾れるじゃないかって思ってここにやりました。もったいないような気もするけど、僕の使い方なので。で下の3段目なんですけど、あえて何も置かなかったです。この感じなんかね、置くとごちゃごちゃする気がしたので、もうシンプルに置かなかった感じです。で4段目最後はタンプレでもらったあの香水の紙袋をここに置いてます。お隣 JBL チャージ4っていうスピーカーを結構ね愛用してたのでここに飾ってます。まだ使えるんですよこれ。あのいつ壊れんのってくらい、もう2019、2020かな。とりあえずめちゃくちゃ持ってます。これいつ壊れんだろう。で隣はこれですね、ケーブルボックスは Amazon で買ってます。で延長コードがね結構黒色でかっこいいんですよこれ。一応棚で全部隠して L 字なんですよね、ここかっこいいの。スタイリッシュなね部屋目指してるんだったらすごくおすすめです。でも配線結構ごちゃごちゃしててね、火事にならないようには頑張ってるんですけど、延長コードに延長コードをつなげてデスクの上へ通して
ここになんかね、ケーブル止めるやつをくっつけて、裏通して、上に通して、モニターにつなげてる感じです。こんな感じ。だからね、全部つながってるんですよね、ここから。スピーカーの充電器、ケーブルとかもここにつないでますね。もう、だからね、全部隠れてるんですよ、配線。できるだけ見せたくないなって思って、スタイリッシュな部屋が好きなので、こうやってます。で、このまま行くとデスクに移るんですけど、ここが結構こういうね、壁紙作ったり、アート系の、さっきのポスターとかもそうですね。ああいうアート系を作る時の作業スペースになります。IKEA のデスクをベースに、牢屋のチェアを置いて、こうやって作業できるみたいな感じにしてます。細かく言うと結構時間かかるんでサクッていくんですけど、ダイソーの、軽装度のコーヒーカップ、トースターだ。トースターじゃない。なんだっけ、ロースター、コースター、コースターだ。コースターです。で、アップルのキーボードとかで統一して白くまとめてます。で、これはリメールの帽子ですね。ニューエラとコラボしたやつ。これはめちゃくちゃかっこよくてね、最近もう部屋でもずっと被ってます。思い出を一緒に刻んでいこうかなって思ってね、これ、本当にバイト行く時とかもずっと被ってますね。で、お次は MacBook ですね。こうやってスタンドに立てかけてます。16インチなんですけどね、結構安定してね、支えてくれるいいアイテムになってます。かっこいいしね、こう、三角形なんだけど、こうなってるみたいな。で、後ろにね、Wacom のこの、わかるかな？イラストレーターとか仕事にしてる人だとね、こういうね、ペンで、わーって書くと、ここに表示されてね、書けるんですよ。液タブじゃなくて、ペンタブレットの方です。液タブはね、高いんですよね。なので、安く、とりあえず書けりゃ何でもいいから、僕は、ペンタブにしました。で、お次、モニターは、LG っていう30だったかな？ちょっとインチ数忘れちゃったんですけど、こういう結構でっかい曲面のワイドモニターになってます。今ね、作業してて結構思うことなんですけど、ここまでなんか大きくなくていいなって正直思いました。なんだろうね、ここまで大きくてもなんか使わないんですよね、ここまで。だから、普通に16対9の曲面じゃないやつ買った方がこう僕はね、作業しやすかったなって今更だけどすごく思います。ちょっと使いづらいねでもね、見た目かっこいいからまだ使ってます。もし次買うんだったら iMac か、さっき言った通りちょっとちっちゃめのモニターを買うと思います。スピーカーついてないんですよね、これ。もっと調べてから買えよってな、もう。だから、ここのスピーカーじゃなくて、MacBook から音出るみたいな感じで、これスピーカー代わりにしてます。で、後ろ側には、ペンケースとヘッドホンですね。ソニーの WH-1000XM4 ってやつ。これ見た目が可愛いからね、まだ使ってます。ヘッドホンスタンド、これ可愛いでしょう。ちょっと今ね、どこで買えるかちょっとわかんないんですけど、もしあったらなんかどこらか書いてます。でね、スタバのこのマグカップ、これね、IKEA のミッケってデスクなんですけど、この配線通す穴があるんですよ。ここにスタバの水筒みたいなやつがスポッてはまるんですよ。なので、こうやってやってます。ね、なんかね、こうやって置くよりも、こうやって置いてた方がね、なんか、可愛いし、デスクのこの棚の中身だよね。何入ってると思います、これ。もったいぶらず見せるんだけどさ。エアコンのリモコンとか、配線類かな。あとイヤホン。ソニーのやつと、ロジクールのマウス。これ気分によって合わせますね。動画の編集するときはこれ本当に使いやすい。で、ここにもメモ帳とか、最近ね、あまり言わなかったんですけど、カラーコーディネーターっていう試験受けようかなって思ってて、絶賛勉強中なんですよ。なので、こういうメモとか、勉強するときに使えるやつを、お母さんからもらいました。この英語の4で書いて、このファイルにまとめるって感じですね。何もまだ入ってないんですけど、これから多分、いろいろと書いていくと思います。結構ね、アートとかそういうデザイン系してるときね、メモをするんですよ。で、こっちは、これジミーですね。で、このプロジェクターはフル HD の画質になります。4K ではないんですけど、9万ぐらいかな。基本は配線とつないでずっと使う感じです。
充電してこうポータブルみたいな感じにはなんないんですけど、結構気に入ってます。可動音がすっごい静かなんです。ほぼ聞こえない。安いプロジェクター買うとね、結構もう起動した時にガーって映画見ててもガーってずっと鳴ったりするのが結構気になったので、こう消音のやつ、結構静かな音探してたらこれあってね、買ってみたらめちゃくちゃ静かで良かったです。そういう可動音気になるんだったらこのジミーってやつ確認してみてください。エルフィン、ジミーエルフィンですね。あとこっち隣にはリモコンとか DJI か、 DJI のやばい名前が出てこないこう手ブレを補正してくれるスタビライザーですっていうのをたまに使うので、これ置いてます。だからこれはカメラ三脚に取り付けるときですね。プロジェクターの配線がここにあって、配線のまとめるやつとか置いてますね。いつまでもこんな綺麗なわけがないんですよ僕は。多分来月になったらごちゃごちゃ。隣なんですけど、この IKEA で買った鏡を使ってます。一回地震で倒れてきたんですけどね、なんか不死身なんですよねこれ。なんか鏡によっては結構こう歪んで見えたりするんですけど、この IKEA の鏡はこう結構ね現実に近くていいと思います。安いし。でこの鏡の裏側に、まあ、さっき言ってたプロジェクターの三脚を置いてます。鏡で隠してる感じですね。まあなんかこう見えない方がかっこいいじゃん。で次この壁紙なんですけど、結構近くで見てもねそこまで変な感じはしないというか、結構うまく貼れてよかったです。これはねAmazonで買って結構安かったです。で賃貸の人とかがこういう壁紙貼れてなった時は結構こう確認はした方がいいです。剥がした時に多分このまま貼るとね、その元々あった壁紙ごと多分全部剥がれちゃうんですよ。対策としては、それ専用の糊使うか、マスキングテープを全面に貼るかかな。あまり僕の情報を鵜呑みにしない方がいいんですけど、自分でね、よく調べてください。僕はこんな感じでマスキングテープを全面に貼ってます。僕の家は大丈夫だった。マスキングテープ貼って大丈夫でした。なのでね、結構僕責任取れないので、参考程度にご覧ください。で、お次このスクリーンなんですけど、プロジェクターで映画見るときとかに使ってます。あとカーテンの雰囲気じゃないなって思ってこういうスクリーンに変えたんですよ。それはね、結構僕の部屋の雰囲気に合っててかっこよくできたと思います。うん、スタイリッシュで結構かっこいいですね。こうやってズームで見るとわかるんですけど、こう結構ぴったりでしょ？エアコンのギリギリと壁側ギリギリみたいな感じで、結構サイズの調整が細かくできるんですよ。っていうので、おすすめです。Amazonでね、確認してみてください。で、次、ラスト、この吸音材は、Amazonで買いました。スポンジのやつで、全部縦線にね、並べました。縞模様みたいに、こう、縦横にして、模様作る人もたまにいたりするんですけど、僕は全部縦に一直線にしました。今はね、だいぶ綺麗にまとめてあるんですけど、1ヶ月後は、そこまで僕は期待してないんです。絶対汚くなってる。でパナソニックのこういうアイロン、スチームアイロンですね。で、デバイスのウエストバッグと、まあ、下着類。で、最近使うことがあんまりないなって思ったパンツをここに置いてます。で、こっちが冬のアウターとかですね。こっちは秋冬に使うニットとかセーターを置いてます。だからね、あんまりここの1、2、3段は使ってないやつを、なんか綺麗に収納するようにしてました。で、一番下はバッグとかですね。で、僕の服の掛け方なんですけど、基本インナーからアウターへって感じで、グラデーションになるようにも一緒に並べてます。だからこれはね、クールネックティーで、こう、どんどん行くにつれてこういうハーフジップになったりとか、こういうインナーからアウターへって感じにしてます。で、隣はね、一番右側はパンツ類を収納してます。ですね。僕の部屋はこんな感じになります。で、最後、僕が一番気に入ってる、スペースを紹介するんですけど、こちらになります。ピロちゃん喋るんですよ。はい、まあ、日によって喋れない日もあるみたいですね。あー、で次はこちらミルクちゃん。
体重が今ね、なんか6キロぐらいあるのかな。結構ぽっちゃりしてるし、かわいい。今何歳だ ?13 歳くらいかな。確か13だよね。で、このね、トンちゃんに関してなんですけど、鼻が気温によって違うんですよ、色。暑い日とかは結構ピンク色になってね、寒い時は白っぽくなるんですよ。なので、気温計見なくても、トンちゃんの鼻を見ると、大体わかります。だから今だとね、そんなピンクじゃないから、寒いですね。平均の睡眠時間は22時間くらいか。な感じです。ここがね、一番幸せなスペースになります。寝室と作業部屋全部紹介することができてよかったです。では最後までご視聴ありがとうございました。紹介し忘れてるとこがあるかもしれないので、こう質問してくれたら答えれる限りで僕が答えます。って感じです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。